ニューハラ・タカシは、日本の西洋史の研究者。京都先端科学大学特別任用教授1954年、大阪府東大阪市に生まれる1975年、関西学院大学文学部史学科入学1979年、関西学院大学文学部史学科卒業1981年度、 大学大学院文学研究科修士課程修了1984年度、大学院文学研究科博士課程単位取得、予備校、講師1998年京都、学園大学経営学部事業構想学科助教授2003年、京都学園大学経営学部、事業構想学科教授2015年京都、学園大学人文学部歴史文化学科教授2019年、 京都先端科学大学人文学部歴史文化学科教授2020年京都先端科学大学人文学部歴史文化学科特別任用教授2025年京都先端科学大学人文学部歴史文化学科名誉教授専門はアンです。マヤなど古代ギリシア史、近世イギリスを中心とした西洋史の研究や日本の俳句史である。大学ではアンです。 マヤなど古代イギリシア州から研究を始め、30代頃からイギリスの大英図書館などで古文書調査を始め、16世紀のロンドンにあったブライドウェル強制院員の資料から犯罪者や不老者など当時の民衆の実態を明らかにした。研究内容は中世から近世にかけての同時代資料を用いて当時犯罪者や不老者やそれらを取り締まる監獄や刑法、 拷問の実態を明らかにした。また、薬病に対する研究も行っており、流行する薬病を当時の人々がどのように捉え対処しようとしていたかについての研究も行っている。また、魔女裁判やファーメルンの笛吹き男といった伝説を当時の民衆の宗教観や死生観などからその実態を明らかにすることを目的とした研究を行っている。 歴史学だけでなく、思想や哲学、民族学、文学、経済学、考古学といった多様な研究手法を取り入れながら、研究を行っていることに特徴がある。所属大学では、西洋史、西洋史概説、西洋経済史、歴史学入門などを教えており、その大学では一番水準の高い講義を行っており、人気である。ありがとうございます。